グムンデンは、オーストリア・オーバーエース・ターライヒ州のグムンデン郡に属する基礎自治体。健康リゾート、夏のリゾートとして利用されていて、様々な種類のヤギ、梨、野菜や、松ぼっくりブロ、当時施設、吸引室、保衛治療などを有している。ザルツカンマーグート地域の重要な、塩工業の中心地でもある。また、養業が盛んで、 毎年8月最終週の3日間には、陶器市が開催され、後日の具文伝陶器で知られるように、陶器の町とも評される。町は、トラウン湖の北端に接していて、トラウン川が流れ込んでいる。南東には、トラウンシュタイン山が控える。世界最短と言われる全長 2.3km の路面電車が住宅街の路地を縫うように走っている。町は5世紀から存在していた。 1186年グムンデンは周囲を壁に囲まれた街であった。1300年まで教会は存在しなかった。1626年11月14日、ポップンハイムという名の男が反乱農民を完全に打ちまかした。グムンデンは17世紀までオーストリアに戦艦を供給していた。第一次世界大戦では市内の病院で負傷兵を除いていた。 グムンデン陶器、グムンデン陶器は20世紀初頭に生産を開始した中央ヨーロッパ最大の陶器製造会社である。また、その製品も同様に呼ばれるが、日本語においては、グムンデン焼き、グムンドナー陶器などとも表記される。アウガルテンのような高級品ではなく、一般向けの製品を作成し、オーストリアではほぼ全ての家庭に浸透していると言われるほどメジャーな存在である。 ラインナップの中で最も人気のあるグランジェフラントと名付けられている白地に緑の渦巻きの図柄は17世紀以来この地域に伝わる伝統的な図柄である。ありがとうございます。